ジオ1,2,3,4,5。 はい、今日もやってまいりました、伊原修司の 1,2,3,4,5 DJ の伊原修司でございます。イエーイ。はい、ですね、まあここのとこね、ずっと寒い日が続きますけど、皆さんご機嫌いかがですか？最近はね、こうなんか今日はもう、じゃあまたね、例によって例のごとく早速ですよ、ゲストの方がいらっしゃいますんで、今日のじゃあゲストさんを紹介したいと思います。フリーアナウンサーの木村雅子さんです。はじめまして、木村雅子です。はい、よろしくお願いします。いや、はい、いや、どうなんでしょう、こうね、僕が今までやってきた、こうなんていうの、その中で、うん、ミュージシャンが出て、はいはい、で演劇人が出て、でまあこうパフォーマーが出てみたいなことがこういろいろあったんだけど、はいはい、あれですよ、アナウンサーの方が出たのは初めてです。いや、本当に私も呼んでいただけて光栄です。っていうか、はい、こういうゲストの立場でお話を聞かれるっていうのは私もないことなんで、はい、まあまあね、普通は逆ですもんね。ねえ、もう2分ですか、あと。そう。やばい。ねえ。そう。どうしよう。もう何かちょっとこれだけは言っときたいってことありますか？はい、もう今のうちに言っちゃっていいですよ。そうですか。こちらのですね、CD なんですけれども、はい、今、Amazon の方で販売していますので、はい、ぜひネットの方で皆さんお買い求めいただけたら、必ずそのお金を被災地の方に届けたいと思っていますので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、もうタイトルもう一回言っておきましょうか。はい、いつもそばにです。はい、はい、いつもそばにっていう気持ちを込めて、で私ひまわり大好きなんですけども、誕生日バナで、ひとしきり CM が終わったところで、はい、そうですね。そう、まあね、うん、こうちょっと今度僕らね、今一応、はい、木村さんもメンバーなんですけど、うん、東京ファニーピープルっていう、前にも言ったことあると思うんですけど、そういう東北支援だって、うん、支援団体をやってるんですけど、はい、で3月11日にね、うん、ちょっとまた大々的なイベントをやる、そうですね、つもりなんで、うん、その告知はまあここではできないですけど、ブログとかでまた、はい、発信していくんで、皆さん、修司の関東大奮闘記っていうブログを見てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、はい、本当に何も喋ってないけど、ゲストの木村雅子さんでした。はい、ありがとうございました。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。